いつでも出撃可能よ。見ないでください。
いつでも出撃可能よ。何かよ、あたしは高くつくわよ。いつでも出撃可能よ。
準備完了。いつでも出撃可能よ。ただいま。ごめん、予想以上に時間がかかっちゃった。私が持ってたキャロットだと遠い方の出口しかわからなくて。そうだ、爆破が遅れるってニュースをスマホで見たぞ。でもいずれ発射しちゃうことに変わりはないから、ニコたちはまだ安全ってわけじゃないけど。これからどうする？すぐに他の方法を探さなきゃって。猫股の気持ちはわかるけど、それより先に話すことがあるよね。うわ、どうしたの？なんか空気が怖いぞ。耳の毛が逆立っちゃった。猫又、これは大事な話なの。茶化さないで全部話して。あんたとジャトヤは一体どんな面倒ごとに巻き込まれてるの？あれは爆薬の輸送列車だと報道されてたよね。なのにどうして治安局に偽装した奴らが乗ってるの？それにあんたは連中を前にしても全然驚かなかったし、それどころか素早く対応できてた。猫又、何か事情があるならちゃんと説明してくれ。僕たちは君の話をちゃんと聞く。私が説明したところで本当に信じてくれる？パエトーンのサポートがまだ欲しいなら、お兄ちゃんの質問に答えて、隠してることを全部教えて。隠すつもりなんてない。列車の中に人がいるなんて知らなかった。私はただ他の場所で同じ格好の奴らを見たことがあるだけ。あんたたちの言った通り、私とジャトヤはとんでもない面倒ごとに巻き込まれた。でもそれは人助けのためなんだ。そんなこと今まで一度も言わなかったよな。だって信じられないことの連続で
ちゃんと説明できる自信がなかったんだ。それにこの前は列車を止めなきゃって必死でボンプの資格記録を最後まで見られなかったし。そうだ、ニコのボンプ、あれが全てを記録してる。あの一部始終を見ればあんたたちもきっと分かってくれる。このエーテルノードにもだんだん慣れてきたぜ。入ったばっかの時はあんなに居心地が悪かったのにな。ちょっと、厄介なエーテリアスに会わなかったからって油断しないで。ここにはデッドエンドブッチャーがいるんだから。特にビリー、あんた、さっきの戦い方は何？極力音を出すなって、あたし口を酸っぱくして言ったわよね。なるはやで赤化組の拠点に行って、依頼を達成しなきゃいけないのよ。少しは猫股を見習いなさいよね。すばしっこくて、とーっても静か。あの子ならデッドエンドブッチャーに会っても気づかれずに済むんじゃない？実のところ猫に旧姓ありって言われるのにはそれなりの理由があるんだぞ。待って、みんな、あの線路を見て。途切れてるというより何者かによってねじ切られたみたい。おっ、マジじゃねえか。まさにこの辺りでデッドエンドブッチャーが活動してたみたい。これ以上先に進めば奴に遭遇する可能性があるわ。そうなったらヤバいわね。あいつの痕跡っぽいのがあるならここは避けておきましょう。猫又、キャロットで赤化組の拠点に通じる別ルートを探せる？できるにはできるけど、このまま進むのが最短ルートだぞ。一刻も早く家族の形見を見つけたいって気持ちはわかるわ。でもことがことだけに今回は安全第一で行かなきゃ。ほら言うでしょ、命あってのなんとやらって。ふみゃ！どうしたのよ、尻尾を踏まれたみたいな声出しちゃって。今あっちの方に子供が走っていった。はあ、何言ってんの。ここはデッドエンドフォローの中なのよ。子供がフォローに迷い込むケースは確かにある。でもあなたが指した方は私たちが本来進もうとしていたルートよ。偶然その子がそっちに行ったの。何？最短ルートを行くための嘘だと思ってる？本当に子供を見たんだ。青い服を着てて茶色い髪のポニーテールだった。
子猫ちゃんがそこまでがっつり見たってんなら本当にいたんじゃねえか。猫又、仮に子供が実在したとして、まるでその子の救助を優先したがっているように聞こえるわ。それはあなたの当初の依頼とは異なるってこと、忘れないで。それどういう意味？依頼じゃないからって迷子の子供を放っておいてもいいの？ああ、あんたってつまんない上に血も涙もないんだ。あ、ただ働きの心配をしてるの？私はあんたとは違うぞ。子供を探す分、追加料金もちゃんと支払う。あなたって意外といい人なのね。ばかりビビったぜ。子供なんて放っておいて片身探しが入選にゃとか言わないかヒヤヒヤしたが、子猫ちゃんは優しいな。猫また、あなたが子供を助けるって決めたならそれで十分よ。お金を交渉材料にしなくたって私は一緒に行く。アンビ、せめてお金の話なら私の意見を聞きなさいよ。はあ、全くしょうがないわね。でも私だって同じ考えよ。子供をこんな場所に置いてけぼりになんてできないわ。まだエーテル適性が安定してない時期だし、自分の身を守る力だってない。ホローにとどまればとどまるだけリスクは高まる一方よ。しかもここにはデッドエンドブッチャーっていう化け物までいるんだから。そうと決まれば今すぐ追いかけようぜ。ホローの中では時空が素早く変化してるんだ。早くしねえと見失っちまう。猫又、何突っ立ってんのよ。さっさと来なさい。あ、今行く。嘘を言ってるようには見えなかった。もうなんて、私ったら今さら何考えてんだろう。エーテリアスが多いな。あの子が心配だぜ。ここまで不幸なことが起こったような痕跡はないけど、早くあの子を見つけるに越したことはないわ。何？
あそこってどこだ？ああ、見えなくなっちゃった。あそこに人影がいたんだけど、一瞬で消えちゃった。はあ、また子猫ちゃんにしか見えなかったか。確かに猫の動体視力は普通の人間より数倍いいって言うけどよ、俺の視覚ユニットだって負けてねえはずなのにな。ねえみんな、この辺り引っかき傷みたいなのが増えてきたと思わない？さっき出くわしたエーテリアスも前より強力なやつだったわよね。そう言われてみれば確かに。このままじゃ人探しどころか私たちだって危ないわ。なんとかしないとまずいわよ。猫又、本当にあの子を見たの？何回後を追いかけても一向に収穫がないのはどうして？フォローの中は常に変化し続けてるんだぞ。きっとあと少しのところでまた遠くへ転送されたんだ。それについては私にだってどうしようもないぞ。なるはやで目標に追いつくには私みたいにみんなで走ろう。意義あり。私たちにはあなたほどの身体的アドバンテージはないの。デッドエンドブッチャーに遭遇した場合に備えて今は逃げる体力を温存しておくべき。何が言いたいの？別に。人を助けたいなんて言ってた割にいざって時は自分の心配ばっかりなんだって。そういうわけじゃないわ。あ、そう。ってことは体力に自信がないだけ？さっきから聞き捨てならない。私は本気を出せば予備燃料を使ったビリーにだって勝ち目はないわ。アンビー、そいつは俺もちっとばかり聞き捨てならねえな。よし、じゃあ決まり。こっからは全員ダッシュで行こう。望むところよ。ちょっとあんたたち、私の意見は聞いてくれないわけ？来たわよ。親分、俺に任せとけ。大人でも助けがいるの？こっちだ。ここがデッドエンドホローの深部みたい。疲れたにゃー。ここまでノンストップで走れるなんてみんなすごい体力だ。走れば追いつけると言いながら最初に音を上げたのはあなただった。少しは自覚したら。どういう意味？上等、今からもう一走り。
まあまあ、今は休めるうちに休んどこうぜ。すぐ人探しを再開するんだろう。てか、近くでもうすぐ爆破解体が始まるんだよな。住民はとっくに避難してるはずなのに、なんで子供なんているんだ。家族と避難するときにはぐれたんじゃない？あの映画が本当なら、こんなところにいるのは幽霊だけ。突如としてそれは姿を現し、探しに来た者を死の罠へ誘う。幽霊なんてここの世にはいないわ。こんな時に映画の受け売りなんてやめて。心配しないで。幽霊が出たとしても私がみんなを守るから。まったくもう、揃いも揃って不吉なことばっかり。ほら、もう十分休んだでしょ。そろそろ先を急ぐわよ。おい、ちょっと待った。子供だ、ほらあそこ。待てよ、逃げるなって。え、嘘、どうなってるの。まさかデッドエンドホローに本当に子供がいるなんて。来てくれ。あの子はすぐそこだ。援護する。あとは私に任せて。どんだけ来たわよ。うん、災害しよう。あっち行って。リコ、少し休んでて。はい。大丈夫だぜ。一人ぼっちでホローをさまようなんて怖かったよな。お兄さんが来たからにはもう安心。君を助けに。私を助ける？客でしょ。こっちが助けてあげたの。なんであいつの縄張りをうろうろしてたの。私がここまで連れてこなかったら、あいつとばったり会ってたとこなんだよ。はあ、なんですって。余計なことしてくれたわね。今頃新エリートにつながるホローの出口が見つかってたかもなのに。なんか音がするぞ。
何なの？エーテリアス、あれがデッドエンドブッチャー。想像以上にでかいんだけど。あいつが追ってきた。もうおしまいだ。無事だ。いったったった、頭にタンコブができちゃうとこだったわ。まさかこんな風にホローを出ることになるなんて。ニコの親分、もうなんで毎回毎回依頼のたびにこうも面倒が起きるのよ。ニコの親分、猫また、こんだけ骨を折ってあげたんだから、チップは弾みなさいよね。ニコの親分、聞こえてるわよ。もうちょっと座ってるだけじゃない、こらえしょうがないんだから。そうじゃなくて、ほらあれを見てくれ。お、ここはカンバス通り。この人たちを、待って、ここって爆破エリアでしょ。避難は終わってるはずなのに、なんでこんなに人がいるの？何人ですって？少なくとも100人はいたぜ。とはいえ、俺とアンビーは話を聞いてくれた人たちをざっと数えただけだ。実際はもっと多いかもしれねえ。ビジョンは確か何日も前に住民を全員避難させたって言ってたわよね。それが住民たちも1週間前から外と連絡が取れなくなっちまって、何が起こってるかわからねえそうだ。これって多分ビジョンの信号ジャミング装置の仕業だよな。一体どういうこと？ビジョンは住民たちをいつ避難させるつもりなの？そこのお嬢ちゃんたちや、あんたたちは都市の方から来たそうだけど、何か聞いてないかい？失礼だけど、おばあさんは？ああ、さっきフォローで女の子を助けてくれたじゃろ。あたしあの子の祖母だよ。本当にありがとうね。小さな頃からおてんばな子でね、エーテル適応体質だからってしょっちゅうフォローの中に入ってしまうのさ。昨日治安官さんが迎えの時間を教えてくれなかったものだから、新エリートに行って聞いてこようとしたのかね。私が目を離した隙にフォローの中に入ってしまったのさ。おばあさん、今治安官って言ったわよね。昨日治安官に会ったの？そうさ、昨日は
孫とお隣さんがしびれを切らしてビジョンの監視拠点に行こうとしたのさ。その途中で治安官さんに止められたんだよ。確か治安官さんは近くで爆弾の調整をしているから人を通すわけにはいかないと言っていたそうだよ。それで準備が整ったら列車で迎えに来るとね。ここにいるのは子供や年寄りばかりだ。うちの孫以外にエーテル適性のある人もいないからどこにも行けやしないんだ。治安官さんに待てと言われたら待つしかないだろ。住民の避難は一大事のはずよ。時間も知らせないでただ待たせるなんてありえるかしら。それに治安局がこのプロジェクトに関わってるとかそんな話聞いたことないわ。お嬢ちゃん、それはつまりあなたたちを止めた治安官は偽物の可能性が高いってこと。それだけじゃない。ビジョンはより低いコストを武器に落札に成功したってニュースで言ってたわよね。なるほどな。地下鉄の改修は新エリートで最も注目が集まってるプロジェクトの一つだ。技術、人材、資金、どれもハードルが高い上、住民の移転問題も解決しなきゃならない。だが腹から住民ごと爆破して解決するつもりだったら、それがビジョン流の低コストってわけだ。あんたらの話だとここの住民は私らはビジョンに見捨てられたってことなのかい？ビジョンはずっとこのプロジェクトを踏み台にしてトップス財政ユニオンにのし上がろうとしてた。でもまさかそのために人の道を踏み外すなんて。そんなのひどすぎる。絶対ビジョンの思い通りになんかさせないぞ。ニコ、あんたたちはこれからどうするつもり？まあもう、あんたの依頼を受けた時はこんなことになるなんて思ってもみなかったわ。探し物のためにデッドエンドホローに入るのも、そのついでに迷子を助けるのも100歩譲っていいわ。でもお金持ちの悪徳企業とことを構えるですって何でもや風情が叶う相手じゃないわ。二人はどう思う？俺は親分に従うぜ。バンビは自分でも意外だけど、この件に関しては猫股と意見が一致しているわ。私は残る。ニコの心配は理解できるけどごめんなさい。これは私にとってのチャンスだから、私自身の考えで行動させて。二度と同じ過ちは繰り返さないって決めたの。そう、あんな大企業と真っ向勝負しようってのね。アンビー、あんたって子は本当に最高なんだから。いい？相手はあのビジョンコーポレーションなのよ。つまりトップス財政ユニオンに次ぐ大企業を相手取れるビッグチャンス。この不祥事を暴けたら連中から一体どれだけ絞り取れるか想像して。ビリー、アンビー、早く金の卵、
つまり住民たちに伝えるのよ。ジャトヤが訴訟代理人になってあげるって。ほら、突っ立ってないで、早くみんなに委任状を書かせて一つ残らず回収してくるのよ。猫又、あんたは依頼人だけど任務を与えるわ。え、私に？ここに閉じ込められた人たちを助けたいんでしょ。あんたはこの中で一番足が速いし、何より道を知ってる。私のボンプを持って行って、ある場所に行って援軍を連れてきてほしいの。これが真相。ニコたちはひとまず工事エリアで委任状を集めてビジョンの動向を探るって言ってた。そして私の任務はパエトーンに助けを求めることだった。ニコたちと別れた後、私は一人でデッドエンドホローを抜けてあんたたちの店に来たんだ。嘘はついてない。ニコも爆破エリアの住民たちも絶体絶命の状況に置かれてるんだ。お願いパイトーン、私と一緒にみんなを助けに行って。ネコマタ、あんたの言うことは信じるよ。ただプロ棋士のエキスパートとして私たちはその件に首を突っ込むリスクを警告する義務があるの。ああ、住民たちを全員救い出すとなればビジョンとの正面衝突は避けられない。今さら私を試さなくてもいい。出発した時心に決めたんだ。何としてでもみんなを爆破エリアから救い出す。今の私にはそれしか考えられない。分かったよ。依頼人がそう決心したなら私たちもこれ以上は言わない。それなら早速救助計画を考えよう。このマップを見てくれ。ジャトヤと住民たちは現在カンバス通り駅に閉じ込められている。こことパールマンのいる監視拠点とは数キロも離れているんだ。だけどパールマンは住民たちを閉じ込めるために治安局の武装部隊に偽装した連中を列車で送り込んだ。そういえば私たちが遅らせた列車がそろそろ目的地に着く頃だよね。ってことは住民たちを見張る人がまた増えちゃう。ああ、僕たちの力では正面突破は不可能だけど防御の穴を突くことはできる。それってどういう意味？ほら、閉じ込められた住民たちはエーテル適応体質じゃないんだろう。だから武装部隊は正面を集中して警戒していると思うんだ。監視拠点の兵士も無限じゃない。大勢を正面の警備に割いてるのなら。フォローを通って背後に回れば不意をつけるね。ナイスアイディア。それで、それで監視拠点の列車を速やかに奪い
フォロー内の線路を使ってカンバス通り駅まで向かうんだ。住民たちにはあらかじめ駅のホームで待機していてもらう。そうすればほんの数分で全員を爆破エリアから運び出すことができる。頭いい。きっと列車自体にも侵食耐性があるはず。なるはやでホローを出られれば住民たちも侵食にさらされずに済むぞ。フェアリー、列車をホローから新エリートまで最短で運転できる？可能。すでに最短ルートを計算済みです。よし、準備が整ったらすぐに行動を開始しよう。猫又、ボンプを連れてって。まずはニコと合流して計画を説明しよう。あとは、あとは決着をつけるだけだ。
個体フォロー嵐王座暴虐者を発見。対象は自家製の武器による遠距離攻撃を得意とします。攻撃に当たらないよう回避してください。頑張れ。いい子にしてなさい。排除する。準備完了。ジャトヤにかかれば万事解決。何かよ、私は高くつくわよ。準備完了。
ほれ、アンビーちゃんや。これで委任状は全部だよ。ありがとう。いやいや、お礼を言うのはこっちの方だよ。あなたたちがいなかったら、私ら全員どうなってたことやら。それにしても、助けを呼びに行ってくれたお嬢ちゃんだけど、なかなか戻ってこないね。確かに妙だわ。また想定外のことに巻き込まれたんじゃないでしょうね。そんなに心配してくれたのかい？嬉しいよ。もちろん猫股だけじゃなくて、僕らのこともだよね。この声はプロ騎士。みんなお待たせ。なるほど、列車を止めて爆破自体をやめさせようとしたけど、車両はビジョンの武装した造園でいっぱいだった。どうやらビジョンは住民たちの決死の抵抗をよっぽど恐れてるみたいね。でもプロ騎士の言ってたプランはいいと思うわ。さすが知恵と勇気のパエトーンね。おばあさん、さっきの救助プランは聞いててくれたわよね。住民のみんなを一番近い地下鉄駅に集めてくれる？安心しなさい。足手まといにはならないよ。すぐみんなに知らせてこよう。ええ、お願いね。あ、そうそう、この近くのフォローに関ヶ組の古い拠点があるって聞いたんだけど、何か知らない？ニコ、まだ猫股の依頼料を諦めてなかったんだね。人聞き悪いわね。猫股にとっては大事な家族の形見なのよ。ここの住民なら何か手がかりを知ってるはず。そのあたりのことなら知ってるよ。というよりここに住んでる人で関ヶ組のことを知らない人はいないだろうね。本当？本当だと思う。何せ関ヶ組はこの場所で生まれたんだからね。ここに住む人々は何かしら彼らと関わりを持ってるのさ。もっとも関ヶ組も昔は随分違ったんだよ。当時は孤児たちを引き取って戦い方の他に読み書きも教えていたんだ。弱きを助けるために立ち上がったのも一度や二度じゃなかった。ずっとこの場所を故郷を守ると言ってたのに、あのシルバーヘッドって若造、数年経ってめっきり人が変わってね。貧民街を見下すようになってからは区民を率いて人様に言えないようなことにも手を出し始めた。そんな様子を見てられなくなって組を抜け、ここを出て行った者も少なくない。しばらく経って関ヶ組自身もここを離れたのさ。私らは今の関ヶ組と関わりはないし、関わりたくもない。シルバーヘッドが治安局に追われてフォローに落ちたのだってただの自業自得だとしか思えないね。
なんて。どうしたんだい、お嬢ちゃん。確かに関ヶ組とは関わりたくないと言ったけど、気に触ってしまったかい。そこじゃなくて、シルバーヘッドは治安局に追われてホローに落ちたの？ジャトヤにやられたんじゃなくて？それはコレコちゃん、いや依頼人さん、分かってくれ。誤解を解こうとしたんだが、そのキラキラした目で見つめられると何も言えなくなっちまって。悪い、確かに俺たちはたまたま現場に居合わせたけど、あいつをやったのは治安局なんだ。そんな、あんたたちじゃなかった。猫又、気を落とさないで。たとえ治安局の介入がなかったとしても、ジャトヤならシルバーヘッドに手こずることはなかったわ。今回の件は確かに猫又が勝手に誤解しただけとはいえ、私たちにもほんの少し責任があるわ。形見探しの依頼料はちょっぴりおまけしてあげる。とにかくこの話は終わりよ。今は一刻も早く列車を奪って住民たちをここから連れ出さなきゃ。出発するわよ。目標エリアに着いたね。ビジョンの監視拠点はここだよ。列車も近くに止まってる。ヤブヘビになっちゃうと困るから、抜け道を確保しといてよ。それがあそこ。じゃあ行動開始だね。よっしゃ、このスターライトナイトが悪を裁くぜ。絶対に成功させなきゃ。抜け道に入るわ。うまくいけば監視拠点を回り込めるかも。さすがパイトン、用意周到ね。ドアの情報を解析しました。指定された額のギアコインを支払うとドアが開く仕組みです。残念ながら施錠機構が知能化されていないため、私には介入できません。
全ては計画通り。よかった、抜け道計画は順調にいったね。さあみんな、そろそろ列車に着くわよ。作戦目標は至ってシンプル。守衛を倒す、列車を奪う、そのままずらかる。以上。了解。ハンビー緊張で壊れちゃった？いや、多分 BGM で盛り上げようとしてるんじゃねえか。十中八九、映画の影響だな。大丈夫よアンビー、そんなのなくたって。この作戦の重大さはみんな分かってるはずだわ。プロキシ、運転はあんたに任せたからね。そっちの準備はどう？腕が鳴るな。お兄ちゃんがこんなにやる気になるなんて珍しいね。応援してるから頑張って。よし、それじゃあ行きましょう。あっと言わせてやるわよ。な、何者だ。しまった、敵襲だ。みんな行くわよ、一気にやっちゃいましょう。こいつらを倒してホローを出たら列車を奪うわよ。ふぅー、キッカー。えぇー、よっ、キッカー。ふぅー、はい。乗車を待つよう住民たちに知らせて。お、お前たち、あのスラムの連中を列車で連れ出すつもりか？させん、させんぞ。連中が外に出て何か言うものなら、私とビジョンは終わりだ。
捕まわん。どんな手を使ってでもこいつらを阻止しろ。警告、予定ルート上路線の予期せぬ破断、小規模な爆発による線路の損壊を検出、計画は失敗です。なんだって。ニコ、大変だ、線路が壊れた。なんですって。パールマン長官、ご安心を。新エリートへ続く唯一の線路を爆破しました。これで奴らはもう出られません。なんだって。お前このバカタレが。線路を爆破するのは我々が撤退した後だ。スラムの連中だけでなく我々まで閉じ込められてしまったではないか。ニコ、四方から敵の増援が来てる。どうする？あの、だるまのおっさんを連れて列車の中に隠れるわよ。パールマン長官、列車付近で身元不明の侵入者による襲撃を受けました。負傷者も出ておりますが、人数や物資の面では我々が優勢と思われます。侵入者は今列車の運転室に立てこもっています。火力を頼んで突入いたしますか。ご指示願います。パールマン長官、ご指示を。突入はするな。私は今その運転室だ。ジャトへの侵入、紳士宿所に捕まっている。よく聞け、絶対に動くんじゃないぞ。この私が少しでも怪我を負ったら会社はお前たちの責任だと。あのさ、意外と役に立つな。しばらくは攻撃してこないはずよ。でも私たちの計画も失敗に終わった。そうだよな、線路がなくなっちまったんだ。列車があったところで住民たちを運び出すことはできねえ。これが絶体絶命のピンチってやつか。おいおい、こんな時によく笑ってられるな。うん、あんたのことを笑ったわけじゃなくて、これさっきの戦闘でたまたま見つけたんだ。私の家族の形見。これって写真？写ってるのはあんたと関ヶ組のシルバーヘッド？実はあんたたちを騙してたんだ。関ヶ組に形見を奪われたってのも嘘。私は昔カンバス通りの近くに住んでて、組に引き取られた孤児の一人なの。昔の関ヶ組には理想があった。みんなで故郷を守ろうってお互いに誓い合ったんだ。だけどあんたたちが聞いた通り、組は日に日にひどくなっていった。私も組を抜けてここへは戻らなかった。
も、どんなに組に失望しても、それでもシルバーヘッドが引き取ってくれたことは事実だし、あそこは私にとって一番家に近い場所だったんだ。シルバーヘッドがホローにおびき寄せられて死んだと聞いて、私は復讐のためにあんたたちを同じようにデッドエンドホローに連れてった。だけどあんたたちは私が想像してたのと随分違って、子供を助けるためにホローを駆け回ってくれたり、ビジョンの陰謀を知った後もためらわず残ることを選んでくれた。結局シルバーヘッドが死んだのもあんたたちのせいじゃなかったし、私にはもうあんたたちに復讐する理由がない。関ヶ組は誓いを破って守るべき人たちを見捨てちゃった。かつて一員だった者として組が同じ過ちを繰り返すことを黙って見てるわけにはいかないんだ。覚悟はできてる。私がビジョンと交渉してくる。安心して、パールマンって切り札もあるし、私の出身が関ヶ組だって知ったらきっと交渉に応じてくれる。依頼人さん、猫股、おい戻ってこい。猫股、猫股ってば。アンビ、ビリー、早くドアを開けて。ダメだ、ニコロ親分、この車両窓もドアも信じらんねえほど頑丈だ。あのパールマンってやつがわざわざ補強させたに違いねえ。あ、もうクソ。静かに、外から話し声がする。はっきり言ったでしょ、今から私はあんたたちのボスを連れて徒歩でホローを抜ける。目的は新エリートの爆破解体本部での交渉だ。武装部隊は封鎖を解いて住民たちを解放して、それが終わったら私と一緒にここから立ち去るの。あんたたちのボスは私が預かってるんだ。彼に無事でいてほしいなら対侵食装備とホローを抜ける最短ルートを用意して。ニコ、みんなのことは頼んだ。やった、ようやく出られたぞ。もう車両を破るのに随分手こずったわね。猫股とパールマンたちはもうホローに入っちゃってるはずよ。フェアリー、今すぐ猫股の位置を教えてくれ。依頼人の現在地を特定。進路によると依頼人はおよそ30分後にホローの出口に到着すると推測されます。ってことはもう猫股を止める方法はないのか。そうだとしても住民の救出なんて大ごと猫股一人に背負わせるわけにはいかない。ビジョンは人命を踏みにじるような毒図なんだから、きっと一筋縄じゃいかないわ。でも列車に乗せるプランが失敗した今、どうやってエーテル適性のない住民たちを脱出させたらいいの。ああ、もう一瞬で全員にエーテル
ればいいのに。見方を変える必要があるかもしれない。山もし我に来たらずば、我山へ行くべしという言葉を聞いたことはあるかい？なるほどね。さすがはお兄ちゃん。危険は伴うけど、私たちに残された唯一の方法かも。え、どういうこと？実はね、ニコ、カンバス通りと新エリート、この2つは直線距離で結ぶ分にはそう遠くないの。デッドエンドホローの拡張で道が阻まれたから、時間をかけてホローの中を通らなきゃいけないってだけ。つまりホロー自体を縮小させられたら、安全になった道から住民たちも一気に脱出できるってわけ。エリアスを叩けばいいだけだろ。俺たちにとっちゃ楽勝だな。だけどホローの規模を効率的に縮小させたいなら、さっきみたいなエーテリアスを3000体ぐらい倒さないと。でも特定の状況で一部の巨大な個体のエーテル活性は標準的なエーテリアスの数千倍、あるいはそれ以上に達するの。そう、デッドエンドブッチャーだよ。あのデカブスのことか。ブッチャーには金一個ないよね。でもここにはビジョンが送り込んでくれた武器がたくさんある。何トンものエーテル爆薬が使い放題だ。なるほど、爆薬でデッドエンドブッチャーを倒すのね。いいわ、あんたたちの言う通り、確かに危険の伴う方法だけど、迷ってる時間はないわ。すぐに作戦開始よ。今回はビジョンの特製爆薬を使うよ。在庫は全部ここにあるはず。提案、列車で運搬するのはいかがでしょう。ナイスアイデア。まずは爆薬を乗せちゃおう。封鎖されているな。通れない。
意、猫宮マナの生体信号を検出。え、あの子はどこにいるの？まもなくフォローの出口に到達します。どういうことだ、小娘ごときにパールマン長官をさらわれただと。詳しいことは知らないが、パールマン長官が人質に取られた以上、爆破エリアの兄弟たちも小娘の要求通り撤退するしかなかったそうだ。小娘はさらにここの責任者を出せと言ったらしい。それに応じたサラ長官が直々に交渉に出向いているとのことだ。あんたが今の責任者？私の要求は簡単。爆破を中止して閉じ込められた住民たちの救出を約束すればこいつを返す。簡単に言ってくれるわね。あなたの言う通りにしたとして、我々ビジョンはこの件をどう世間に申し開きすれば？それ以前に、あなたは誰？一人で交渉の場に来た度胸は買うけど、狩る側が狩られる側になる可能性だってあるのよ。おっと、自己紹介を忘れてた。私は猫宮マナ、猫又って呼んでもいいぞ。何を隠そう、私関ヶ組の元組員なんだ。関ヶ組？そうだ、こっちから持ちかけたからにはそれなりの切り札がある。こんな筋書きはどう？関ヶ組の残党、今は亡きシルバーヘッド、ミゲルの爪、キュートの住民を人質にして工事を妨害した張本人。猫宮マナをビジョンは捕らえた。自分を犠牲に幕を引くの？なかなか殊勝なことをするのね。首相？私は帰る場所をなくしたただの野良猫。どこにも属さない私にはこれくらいがお似合いなんだ。この取引でどう？今すぐメディアに連絡して、私が言った通りに。全てを公表すれば。安心して、中身は実験中の麻酔薬よ。死にはしないわ。親切で教えてあげる。次は交渉する前に切り札の価値を確認しておくことね。残念ながら、パールマンさんはあなたが思うほど役に立たないの。
急がなきゃ。計画通り二手に分かれよ。私たちはデッドエンドブッチャーを引きつけるのね。そうだよ、指定の位置まで誘導しておいて。爆薬列車は私たちに任せて。了解。じゃあ私たちは行きましょう。よし、私たちは爆薬列車の運転に取り掛かろう。列車のあとはニコたちがうまくやってくれるといいけど。何もねえな。あのデカボツはここに？でかいのはいないわね。チビばっか。身を潜めてるはず。お、雑魚たちが逃げてく。来るわ。デカボツね。BGM。ああ。映画なら悪役の BGM が。安心しろアンビ。俺はスターライトナイトに必勝法を教わった。悪役相手にルールは無用。開幕必殺キックだ。10秒で倒せば BGM が流れる隙なんてね。後ろ、リン。俺の予想を読まれた。大バカ、エンドロールが流れるとこだったじゃない。さてはスターライトナイトのファンだな。ちょびっとだけだが後悔してきたぜ。リリー集中して。プロキシが来るまで持ちこたえればこっちの勝ちよ。うおっ、剣の剣スターライトパン10倍返しよ。これで終わりだ。最大効率。
追加料金ね。よっ、援護するぜ。まいった化け物、サプライズよ。測定します。ギリ任せろ。臨界電印刷到達まで残り4秒。3、2、1、0。何も起きない。どうだ、監督しなさいよ。やり直します。秒3に1ゼロ。そうか、パールマンはただの操り人形。影で糸を引いて爆破解体を企てたのはあんただったんだ。どうしてビジョンにとってこのプロジェクトは人の命より大事なものだったの？大事かどうか、あなたみたいな小物に尋ねる資格はないわ。無駄話をしすぎたわね。そろそろ本題に入りましょう。それはなんだ。この小さなおもちゃ、もちろん爆薬の起爆スイッチに決まってるじゃない。そのま、ダメだ。私からも存在しない住民たちにお悔やみを申し上げるわ。さようなら。すべては私たちのビジョンのため。サラ長官、爆破の完了を確認しました。ええ、ご苦労様。待てよ、フォローにつながるトンネルから誰か出てきたぞ。ビジョンは命を軽んじたわ。ビジョンを倒すのよ。ビジョンの手は血まみれだ。その体の隅々まで罪なき一般市民の血にまみれているんだ。いつまでも私たちの口を封じられると思うな。ニコ、それにみんな。あら、爆破エリアから抜け出してくるなんてなかなかやるじゃない。でもそれで全てが公になるなんて思ってないわよね。忘れないで、ここにはうちの人間しかいないの。命令よ、撃ちなさい。そんなあの女本気だぞ。何の音だ。速報、速報です。あのビジョンに重大な人命軽視が発覚しました。情報を受け本局の記者は治安局の部隊の後に続いてデッドエンドホロー入り口付近の爆破解体本部に駆けつけました。
現在治安局の部隊は現場を封鎖しており、治安官を装った不審者を多数確保したとのことです。サラ長官、サラ長官、治安局に囲まれました。いえ、治安局だけではありません。白儀重工もいます。彼らはメディアを多数連れています。これ以上は制御できません。ビジョンがおとなしく交渉に応じるわけないと思って、フォローを出て真っ先に白儀重工に連絡したのよ。さすが競合他社、行動が早いわね。サラ長官、我々はどうしましょう。サラ長官、いないぞ。報告、現場の容疑者は全面的に降伏、住民も全員が無事です。治安局が言ってるわ、私たち助かったのよ。後で俺たち生存者の情報を集めて治安局で聞き取りをするらしいぞ。あんたか、何してるの。一人でコソコソしてたから。これから治安局が事情聴取をするって拡声器で言ってたでしょ。それは解決したのはあんたたちだし、私なんかいなくても大して変わんないでしょ。いいえ、あなたはビジョンを罪に問うための大事な証人よ。何よりジャトヤにとって。罠にかけようとした犯人でしょ。あなたはまだ自分の分を払ってない。え？自分の分って何のこと？食事代よ。前に言ったでしょ、今回の依頼が終わったらみんなでご飯に行くって。スターライトナイトのレストランが嫌だって言ったからビリーのおごりじゃないけど、ニコはせっかくだからいいものを食べたいって言ったの。だから割り勘。待って、大事な顧客だから盛大におごるって言ってたのに、なんで私まで払わなきゃいけないの。それに私はそもそも一緒に行くなんて一言も。そう、なら正式に聞くわ。猫また、私たちとご飯に行く。店長たち、プロ騎士兄弟も来るぜ。しかも食べ放題だぞ。ええ、サバを好きなだけ食べられるわよ。私、その、本当に好きなだけサバを食べていいなら考えてやってもいいぞ。
とにかく猫股と関ヶ組の間柄のおかげでもう関ヶ組がちょっかいを出してくることはないわ。それとあんたたちに頼まれた調査に進展があるの。組員から聞いた話だと彼らは金庫争奪の件に関わったとはいえその出所については誰も知らないそうよ。シルバーヘッドは研究所で金庫を手に入れる依頼を謎の依頼人から受けただけらしいの。でもそれ以外は組員たちにも詳しく話していないみたい。奪った後にどう処理して誰に受け渡すつもりだったかもみんなわからないって。ちょい待ち、私の聞き間違いじゃないよねニコ。出所については誰も知らない、謎の依頼にみんなわからない。これが進展だって。関ヶ組が金庫に関して何一つ知らなかったということがない。そもそもあの金庫は手がかりがなさすぎて調査が難航してるの。それにせっかく助かった住民たちのために慰謝料を勝ち取ってあげたい気持ちもあるし、あの人たちを救ったのは他でもない私たちでしょ。ニコ、いつの間に道徳を盾にするようになったの？ご考説をどうも。そういえば猫又はどうなったの？あの日以来見かけてないけど。あの子猫ちゃんのこと。あの子はそのやっぱり行っちゃったんだ。にゃにゃーん、子猫ちゃん参上だにゃん。みんなの集合写真をプリントしてきたんだ。よく撮れてる。はい、どうぞ。こっちがアキラの分で、こっちがリンちゃんの。大事にしまってたおやつを誰かに食べられたって顔だぞ。もうニコったら、私たちの心をもてあそぶなんてひどいじゃん。それならこっちだって考えがあるよ。これまでのツケの1割今すぐ払ってもらおうかな。お金を頂戴するよニコ。それは勘弁して。何よ、ちょっとサプライズしてあげようって思っただけじゃない。コホン、改めて紹介するわ。ジャトヤの新しい従業員、猫宮マナ、猫股って呼んでいいぞ。今はジャトヤで働いてるんだ。二人ともこれからもよろしくだにゃー。